旧跡につつつつつるんじゃないかましょう。今日はですね、久々にアマゾンで買い物しちゃいました。ドルルルルルル、何を買ったか当ててみなさい。そう、今流行りのハンドスピーダー。ブルルルル、うわ、なんだこの厳かな箱に入った。うわ、これなんとヒカキン佐藤聖金さんが紹介していた今ハンドスピーダー史上一番回ると言われております。開封します。はぁ、3500円。普通にかっこよくないですか、この民法。違った、民族。男心くすぐりますね。回します。おぉ、やべえやべえ、これで、プッてやる。やばっ、ちょっと回しただけですっげえ回る。これストレス解消するわ、依存するわ。みんなおるわ。おはようございます。今回してたんですよ、ハンドスピナー。そしたらですね、壊れました。はい、おしまい。ここがですね、カシャカシャなっちゃって、なんかめっちゃ隙間が空いちゃったんですよ。すげえ隙間が空いちゃって、こんな感じで。なぜ壊れたかは分かりません。もう知っとるね、これ。なんなん、それ。なんや、これ回してストレス解消するやつね。でももうこれ不良品やからさ、すぐ止まれん。これ本屋さんにも売っとったし、紫スポーツにも売っとったよ。なんかカチャカチャっと音するようになって、それ多分偽物やってん。だからアマゾンではちゃんと皆さん考えて買ってくださいということで、今日の切り下げつつつつつ